にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、栃木県のハンターマウンテンというところでですね、紅葉を見にゴンドラに、乗りに行く予定でございます。ただ見ていただく通り、雨そして雪ですね、降っておりまして、まずね、現地に行ってみて、まあ天候の様子だとかいろいろ見てから乗るかどうかを決めたいと思います。向かいますかね。じゃあね、デイ。見てください、この道、もみじラインという有料道なんですけど、紅葉すごい。雨降っちゃってるんでね、結構落ちちゃってますけど、すごい綺麗。着きました。スキー場ということもありまして、かなり大きな施設ですね。ただ雪がやばい。どうしようこれ。一回中見ます。中見てそれで様子見て決めます。結局乗ることにしました。地域共通クーポンとか他のクーポンも合わせてですね、お安く乗ることができますので乗っちゃいます。ここまで来たらね。ハンターマウンテン、すごくいい雰囲気ですね。おしゃれだし綺麗だし、これは人気ありそうなスキー場ですね。すごいゴンドラ乗り場、かっこいい。なんかゴンドラに乗ってます。この感覚は久々ですね。結構早いな、これで13分ぐらい乗れそうですね。急ですよこのスキーコース。何これ、あれなんか競技用かな、これ違うか、なんか違うの、あれなんだこれ、かなり急、怖っ。こっちもすごい急、怖い。一回滑ったら止まらなさそう。やっと着きました。長かった結構。おお、ただいまの気温1度、そして景色が、現在標高が 1600m ですね。景色が今こんなことになってます。綺麗、紅葉はすっすごい綺麗ですね。紅葉というか白葉ですね。見てくださいこの白葉。いやー来てよかったー。展望台ですね。これ滑るんですよこれ。こんなの普通に歩いて、あやばい、超滑ってる、怖い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 、怖っ。大興奮しちゃってる俺。すごいすごい、見て見えないな、ちょっと逆光になっちゃってて見えます。美味しそうな木々たちが見えますか。この音聞こえますか。この音、ASMR ね。この遊歩道を歩いて景色をね楽しみたかったんですけど、これは寒すぎて無理ですわ。あ、すごいすごい、神秘的神秘
ああ危ない危ない、下滑るかな。神秘的な光景が、あ、滑るな、ちょっと雪、あ、ふわふわ雪、すごいふわふわ、冷たて、やば、冷た、ふわ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 、冷たい気持ちいい、気持ちいい。休憩所に来ました。先ほどまでは興奮でね、温まってましたけど体がね、ちょっと冷静になったらやはりかなり寒いですね。寒い。じゃあもう戻ります。滞在時間がおそらく5分ぐらいですかね。この景色からまた下に戻るとまたね別世界になりますんで。はい、紅葉でございます。紅葉は紅葉でね、やはり綺麗ですよ。ただ雪のインパクトが強すぎて紅葉見てもそんなに感動しなくなってしまっている私がおりますね。秋と冬を同時にね、今日経験することができました。本当に感謝です。下着きました。気温差がこっちは夏ですね。まるで半袖できますわ。半袖で雪降ってるけど、スキー場の食堂っていいですよね。雰囲気いいよね。広い、ここすごいな。やっぱりなんかショッピングモールみたいになってますね。着いた時は 3,4 台しかいなかったんですけどね、もう結構埋まってきましたよ。では、続いて竜王峡に向かいます。はい、出ました。本当に行ってよかったです。まあ雪が降るというトラブルもありましたけれども、紅葉と雪が見れてね、本当楽しかった。すごい興奮しちゃいましたよ。この後は先ほども言った通り竜王峡ですね。竜王峡ではさすがに紅葉見れると思うんですよね。まあ、雨さえ降ってなければいいんですけど、ここから30分ぐらいのドライブですね。楽しみます。はい、竜王峡駅着きました。混んでますね。いつもは閑散としてますけれども、今日は非常に混んでます。紅葉の時期は混んでますね。では遊歩道を歩いて、下の方に向かってみます。そこまで紅葉がねないですけどね、どんな感じなんでしょうね。ですね、この階段、まあ過去に何回か行ったことあるんですね。下まで想像以上にきつかったことと、そんなに紅葉がないというね話でして、下に行くのはねやめました。なので今から上に戻ります。うまそうな山菜サバでございます。いただきます。ごちそうさまでした。ではこのまま鬼怒川方面にね向かって、帰路をたどろうかなと思います。はい、竜王峡出ました。まあ少しだけ時期が早かったということでね、今回はまともに見なかったですけれども、もう疲れたので帰ります。ちなみにですね、今回ハンターマウンテンと今竜王峡で食べたおそばは地域共通クーポン券で全部無料です。で、これからまだね使い切ってないんで、鬼怒川あたりでお土産を買って
家に帰ろうかなと思います。もうね本当に一泊二日と思えないぐらい充実した旅でした。こんな旅がまたできたらいいですね。というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。今回の旅はこちらで終了します。よかったらチャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。